こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダー、はい、ガチャを引いていきましょう。覇者道の第2弾ってことでね、今回はね、そうだな、この中で狙うのは、ボガーン、スサノオかな。なので、まあ第2弾の31回から40回バーを今日は先に引いていこうかなと思います。で、私はね、思いました。星5が出るまで必ず引き続ける。星5が出るまでね。簡単に出ちゃうようだったら、スサノオまで当たるまでみたいな、ね、企画をね、また今後 やっていけたらなと思うんですけども、今日はとりあえず星5が出るまで引き続ける。そんな企画をね、やっていこうかと思いますよ。じゃあまずは10連目。結構爆死が多いからね、10連ぐらいで当たんないんですよね。そう。昨日もね、見ていただいたかと思うんですけれども、昨日のね、31回から40回バージョン、これなかなかね、星5当たんないんですよ。そう、これね、結構10連だとね、爆死が結構多いんですね。この通りです。なので、これも読んでたんで、もう一回いきましょう。 X フラッグさん、まだまだ甘いんだよ。これ20連目、これ当たったでしょ。20連引けばさすがに星5ね。よし、終わりました。タケミカズチ中途半端なんでた。ラックさん、さあ国譲りに応じてもらおうか。何、タケミカズチって俺ラックいくつだったかなって、ね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。ケミカズチは結構新しい。うわー、結構いっぱいいるな。どっちが使えるかすらこっちなのかな。これちょっと混ぜてみようか。意外、意外や意外、意外にいたね。こんなにいっぱいいたよ。どんだけ神いるんだよ。あー、こんな感じでしたよね。混ぜちゃいましょう。バッつってね、はい、魔人ブーのような感じだね。はい、ラック39、ミックミックにしてやんよというところで、星5当たりましたんで以上となります。ギコちゃんでした。バイバイ。寝癖